セオドアル・ーズベルトは、アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦の4番艦。ニミッツ級は、史上最大級の軍艦として知られており、排水量では、史上最大の艦級であるが、中でも4番艦である本艦は単独で、史上最大の軍艦である。艦名は、第26代アメリカ合衆国大統領、セオドアル・ーズベルトにちなんで命名された。ルーズベルトのコールサイン。 ラフライダーは、ルーズベルト大統領が、米政戦争に従軍した際に指揮した第一、合衆国義勇気兵隊の愛称である。爆発による、衝撃テストを受ける本艦セオドアルーズベルトの、建造契約は1980年9月30日に、結ばれる。 1981年10月31日、バージニア州のニューポートニューズ造船所で寄航。当時の国防長官、キャスパー・ワインバーガーが最初の溶接点を認証した。1984年2月に、ポール・ w パーセルズ大佐が初代官庁に決定する。同年10月に浸水。1986年10月25日に収益した。 建造には、二ツ級で、初めて船体各所を、モジュール化して組み立てる方式が取られた。大型機器を先に搭載するなどしたため、組み立てた後に再度溶接する作業が減少し後期は、短くなっている。これ以降の二ツ級はすべてこの工法で建造される、こととなる。同級の全三隻からの広範囲な変更点により、ルーズベルト以降の七隻は、 セオドアル・ウズベルト級航空母艦としばしば呼ばれる。1987年10月3日に、デートン・ダブリュー・リッド大佐が2代目艦長として着任した。翌1988年12月30日に、初の配備が行われた。第154任務部隊のズールー戦闘団を航空から捉えた空中写真。本艦は、右上の一隻 1990年6月9日、チャールズ、S ・エス・ワボット大佐が3代目艦長として着任し、同年12月28日にルーズベルトと第8空母航空団は砂漠の盾作戦のために母校のノーフォークを出港した。ルーズベルトは1991年1月17日の湾岸戦争海戦には間に合わず、同月21日にペルシャ湾に到着。 先に展開していた、ミッドウェイおよび、レンジャーの空母軍と合流し、タスクフォース154として、バトルフォースズルを編成した。これにより、後海に展開している3隻の空母、サラトがアメリカ、および、ジョン F ・ケネディからなる、バトルフォース・レッドシート合わせ、歴史上稀に見る空母6隻による同時アルファ、ストライク隊の出撃が記録された。ルーズベルトにとっては、 これが初の実戦参加で、また砂漠の嵐作戦に参加した空母の中で唯一の原子力艦でもあった。作戦初期の段階ではルーズベルトを含む空母軍 BFZ はイラクから離れたオマーン湾に展開していたが、これはペルシャ湾には小規模ながらもイラク海軍の脅威があり、またイラク空軍機からの対艦攻撃も懸念されていたためである。そのため、 航海に展開する BFRS よりも出撃1回あたりにかかる飛行時間が長く、また空軍からの空中給油機の支援も限定的であったことから出撃数を稼ぐことができなかった。しかし、同1991年2月3日にペルシャ湾の正解権が確保されたことにより BFZ はクウェート沖まで北上することができ、以降は 出撃数が増加した。飛行甲板に、本艦の愛称、ビッグスティックが描かれている、最終的に関西された第8空母航空団は、同1991年2月28日の停戦までに4149回の出撃と450万ポンドの爆弾投下を記録。これは参加した空母6隻中最多である。 ただし損失も多く、同月2日に、所属の A-6E を1機撃墜され、上院2名を失い、また1月24日と2月5日には F、A-18A を事故で2機失っている。本公開中には出航直後の同年12月31日にも EA-6B を事故で損失しているため、合わせて4機を失ったことになる。これは運用損失だけを見ても、 平時の航海ではまずない数字であり、実戦環境の厳しさを物語っている。なお、本作戦中損失機が最も多かったのは、サラトガ関西の第十七空母航空団の戦闘損失機4機である。停戦後は作戦に参加した空母が次々と帰国する中、ルーズベルトと第八空母航空団は、プロバイドコンフォート作戦に参加し、イラク北部上空を、 警戒飛行した最初の連合軍部隊の一部になった。189日間の配備が完了すると、ルーズベルトは湾岸戦争に直接参加した空母の最後として1991年6月28日にノーフォークに帰還した。1992年2月14日、ルーズベルトは2度目の戦闘効率賞を受賞した。これは1991年に 大西洋艦隊における最優秀艦として受賞したバッテンベルクカップに続くものであった。1992年8月27日、スタンリー・ダブリュー・ブライアント大佐が4代目艦長として着任する。2000年1月7日、ルーズベルトはノーフォーク海軍造船所で増加信頼性試験を開始する。作業は同年6月30日に完了し、 会場講味を開始した。また、同年中に八代目艦長として、RJ ン反論大佐が着任している。2001年8月に訓練を完了し、9月19日に、第1空母航空団とともに7回目の配備を開始する。大西洋を通過後、部隊は、普及の自由作戦の支援を行う。作戦は、周辺諸国と協力して、アルカアイダを攻撃し、 アフガニスタンに安定政権を樹立することであった。ルーズベルトは159日間の会場活動の後、第二次世界大戦以来最長の活動記録を達成した。バッテンベルクカップ及び戦闘効率賞を再び受賞した後、ルーズベルトは2002年3月27日に母校に帰還した。大会を行く本館と発館あるいは着艦しようとしている。 sh-60、シーホークノーフォーク海軍造船所での、信頼性試験は2002年10月30日に、完了した。ルーズベルトは2003年1月6日に、カリブ海での訓練巡航に出航する。その後、大西洋を横断して、地中海へ進出せよとの命を受けて2月に到着し、イラクへの攻撃準備を始める。 同2003年3月16日、ルーズベルトは、空母ハリー、S ・エストルーマンと共に、イラクの自由作戦の支援として、イラクに対する空襲を開始した。この間、クレタ島のソーダ湾、スロベニアのコペル、スペインを訪問した。同年5月26日に母校に帰還し、部隊勲交渉、海軍部隊勲賞、及びタイテロ戦争遠征賞を受賞した。 2003年には、ジョン・ターク・グリーン大佐が9代無艦長に着任している。2004年2月、ルーズベルトは10ヶ月の増加信頼性試験を始める。後半オーバーホールでは、各種システムの更新及びエレベーターのオーバーホール、スクリューの乾燥、船体の洗浄と塗装、海水弁の乾燥などが行われた。 同年8月に出居した後、4機のカタパルトの運用認証が行われ、同年12月に信頼性試験は完了した。大西洋上にて2005年5月には、ジョン・アール・ヘリー・大佐が10代目艦長として着任した。同2005年9月1日、ルーズベルトは、ペルシャ湾への6ヶ月の定期配備につき、普及の自由作戦を支援した。この配備では、 スペイン海軍のイージスシステム搭載艦 F-101、アルバロデバさんが、外国海軍として初めて、ルーズベルト空母戦闘軍の戦列に加わり、もう一つは2006年に退役する F-14 トムキャットの最後の巡航ということで、注目された。ルーズベルトは2つのトムキャット運用部隊である、デフェ -31 トムキャッターズと、 ベフェ -213 ブラックライオンズを搭載した。また、ニミッツ級原子力空母の中で初めて、タイプ2ジェネリックアイアンド、シーゲンシロプラント制御コンソールを運用する艦となった。この配備では、スペインのマヨルカ島、イタリアのナポリ、アラブ首長国連邦のドバイ、トルコのマーマリス、ギリシャのケルキラ島を訪問し、2006年3月11日に母港に帰還した。 2009年9月から2013年2月までの間は各燃料防空艦及び近代化改装、通称ルコが行われ、試験公開終了後、2013年8月29日に米海軍にデリバリーされた。ルコに応した経費は26億2200万 US ドルであった。再配備後は2012年12月に退役したエンタープライズに代わり、 第12空母打撃軍に配属され、搭載航空団もエンタープライズに配備されていた第1空母航空団を引き継いだ。2017年11月12日、日本海において、ルーズベルトは空母ロナルド・レーガン、ニミッツと海上自衛隊の護衛艦、伊勢、稲妻、牧並及びその他の艦艇数隻と日米共同訓練を実施した。コロナ禍の艦内対応。 艦に乗り込み、病理サンプルを手に治療方法を検討する衛生科士官たち。2020年3月、太平洋上を航行中に、艦内で2019新型コロナウイルスへの感染が拡大したため、艦長ブレットクロジャー大佐は、海軍上層部に上院の艦外退避を直訴。同月末までに、グアム島に寄港し、 ウイルスの陽性判定が出た114人をはじめとする、全乗員2800人近くのうち2700人に、対して、上陸、退避の措置を取った。しかし、海軍上層部は直訴のコピーが、マスコミにまで出回ったことなどを問題視し、同年4月2日、艦長を解任する決定を行った。これに関連して、海軍長官代行のトーマス・モドリーが、 船員演説で、クロジャーを、あまりにも、愚かなどと発言した音声が流出し、モドリーは、その後、辞任した。米海軍は、同年4月13日、ルーズベルトの乗組員一人が、新型コロナウイルスへの感染で死亡したと発表した。これが、アメリカ海軍全体として、新型コロナウイルスでの初の死者となった。2021年は、4月4日に、 空母打撃軍を率いて南シナ海へ入り、6から7日にはマレーシア空軍と9日には同じアメリカ海軍の強襲揚陸艦マキンアイランドと軍事演習を実施した。南シナ海では中華人民共和国が海上民兵が乗った漁船をフィリピン領パラワン島沖に集結させ、空母、領内を南下させつつあったことへの対抗と推測されている。 関西機の FA-18C 第11空母航空団は、セオドアルーズベルトに関西される航空団であり、2021年7月現在、下記の飛行隊で構成される。バージニア州のチェサピーク湾に注ぐエリザベス川の川口付近にて2004年撮影。ありがとうございます。